ベティコ3系の形成過程、プレベティコ3系スブベティコ3系ペニベティコ3系、カソルラ山地のアギロンデルロコプレベティコ3系は、イベリア半島南部にある山系、スペインの四自治州にまたがっている。最高峰は標高2382メートルのラサグラ。しばしばプレベティコ山脈とも呼ばれるが、山脈や山地の連なりであると表現するのは好ましくなく、 不完全な産地のシステムである。ベディコ産系にさらに2つある福祉アズ地形とは異なり、西部地域には存在せず、スールで、ハエン産地東端のマルトス近くから始まる。プレベディコ産系は、アンダルシア州東部の内陸部から、ムルシア州を経由して、バレンシア州南部の地中海岸に達する。最高峰は、サグラ産地のラサグラであり、その他には、 セグラ山地やカソルラ山地も標高が高い。アルメリア県北部のマリーア山地は、プレベティコ山系とペニベティコ山系との繊維地帯にある。プレベティコ山系の地質は、親山系である、スブベティコ山系と同様の特徴を分かち合っており、スブベティコ山系の東側の子山系であるとされている。プレベティコ山系を構成する物質は、比較的浅い海で形成された。 プレベティコ山系の東部の北側はイベリコ山系と接続している。プレベティコ山系に属する山地を西から列挙したカソルラ山地と白い村オルノス。ありがとうございます。